はい、どうも皆さん、こんにちは、スージでございます。今回はですね、リベンジ戦ということで、これいきましょう。前回ね、結構強かったパーティーで、いきましょう。練習中でございます。いきましょう。さあさあさあ、ゲーム音量がでかいのかもしれない。まあ、よければコメントで、この声でいいの、この声のと BGM っていうか、まあ、ゲーム音で合ってるのが、よければコメントしてくれると嬉しいです。さあ、いきましょう。練習はしてなかったけど、自分練習するぐらいだったら休憩した方がうまくいくんで。練習という名の休憩です。そういうことはまた違うんだよ。集中力がさ、なくなっちゃうからさ、ずっとやり続ける。だってまあ普通の人だったらそうか。それをね、なくさないと。休憩は、した方がいい。やっぱ。今、怖いぞ。どうすっかこれ。いやでも秒数めっちゃいい感じだな。これ下打ちに聞こえちゃった。下打ちでもいい。あーめっちゃ消しちゃったな。大丈夫だな俺。ナイス。どうしよっかなマジで。むずいんだよねこれね。あー船長。船長振ってきすぎっすよ。早いっすよ。これでいいかな。でも伝わらないとは思うんですけどね。これ声撮影してるじゃないですか、スマホで。だからね、僕の方だって音量めっちゃ低いんですよ。ゲーム音量とかめっちゃ聞きながらやる練習なんで。数字とかめっちゃ聞くんで。なんで数字知ってたんだろう、ちょっと意味わかんない。今のこの発言なしです。縮小。ああ、つなぎ方難しいな。あ、G じゃない。G じゃない。船長強いわ。個人的なんですけど、今回のメンツで一番マリン船長が強いと思ってます。コロネルさんも強いんですけどね、みたいな。強いんですけど、まあ、僕、あんまスーパーティーバーとかよりも、4つのデカプニー作ったり消したりするやつも好きなので、まあ、スコアタの関係もあるんですけど、まあ、それあって、結構好きだったりする、実際。あと、単純にマリン船長が強いんですよ。気に入ってなんか弱いと思われがちです。最近ちょっと強くなってきました。こんな時が好きなんですよ。めっちゃ一番好きなんで。もともとは豪傑が一番好きだったんですけど、人生いろいろとあるので。やめなさい。俺が暗くなってきました。さあ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 、お、素晴らしい。お、これ来たんじゃないの、ワンチャン来たんじゃない。これは素晴らしい。これでアホイ、これでね、もう一回ね、第10の首都が今俺を見逃さなかったよ。牛いいよ、めっちゃ軽く出てるよ。ウェイトじゃねえ、なんだっけ、ウェットじゃねえ、なんだっけ。いいや、もう、あ、いいよ、前回よりいいんだよ。いや、前回より悪いか、いや、前回よりいいはず。いや、いいと見た。どうしましょう、お客様どうしましょう。ちなみに、わざと喋ってんだろうと思ったんですけど、これマジ
ックスで喋ってますので、声がでかいだけでほぼ変な言葉喋ってますから、独自で変な言葉喋ってます。それから問題ない。いやー、待って、第9回出場してきて。俺の本当にバレるの。バレたくないし。うん、ほらね、やっぱね、この空白はだと思いました。なんだ、グレートジーニアス、素晴らしい、めっちゃ良くね、今回めっちゃ秒数余ってる。油断は大敵、ダイエットもそうですよ、油断大敵ですよ。何の話だ、ダイエットの話だ、ね、油断はしないように入手して、ちょっともったいない気がするけど、まあいいや。まあ、知ってる人はまあ多いと思うけど、一応パッとデカプニ、デカプニ系と火力飲みますね。あの、まあ、プニ1個消えればいいって言うんですけど、まあ、できるんだったらデカいデカプニを、デカプニを消した方がいいじゃん。うん、1個消えれば十分なんですよ。呼びてます。意外と知らない人いるかもしれないんで、一応。とりあえず行っといてみたかな、簡単なんですけど。あ、できたね。いや、ダイブの人ほんと強いよね。これ、限界突破マックスの、G3 の、まあ、スキル1か。まあ、スキルちょっと上げたいんですけどね。ちょっと上げる余裕今ないんで。あの、船長、今回のあの、吹雪さんに、吹雪ちゃんにあげちゃったんで、オタク系友達のあるんで、そのためにちょっと使います。本当はね、お助け募集とか自分で課金できるようになったらしたいんですけどね、まあ、ちょっとまだ学生なんで、あれなんです、課金は自分じゃできないんですよ。ご了承していただいて、いいんじゃない。でもこれ良きやな、これ良き良き。やっぱり今繋ぐんですから、変に繋がなかった方が良かったか。あー、これマリン選手を膨らまして、いや素晴らしいな。え、めっちゃ出るね今回スコアアタック。え、めっちゃ強い。不気味ってやっぱスコアがめっちゃ良い、ギャルみたいな言葉になったけど、でも本当に強いよね。スコアアタックだとね、ポカポカとね、不気味、俺アルル嫌いだから、アイドルアルルが強いというよりもなんかアルマ強いんだけどね、あれちょっと特殊だからな。強いというよりも、なんて言うんだろう。だからまあ別に嫌いだから強くないっていうわけじゃなくてね、なんだろうね。すごいって感じないんだよな、あれな。そう、あの、個人的にはね、運と実力の差とかも、誰でもキャラ揃ってればできるキャラゲー嫌いなんですよ、自分。だってこれ、ゴフィーバーワンチャン悪くない？ゴフィーバーワンチャンあったらさ、まあ、そもそもの話しちゃうと、あの、ホロライブ始めた人って、まず、あの、エヴァンゲリオンクラブ持ってるわけじゃないですよ。当然ですけど。煽りとかじゃなくて、本当に当然のことなんですけど。あんま参加なんなのかなと思っちゃってますけど。まあでも、ちょっと、やるって言っちゃったんで。話してる途中に殺すんじゃないよ。あ、待って、G じゃねえのか。そうか、G じゃねえのか。お前完璧じゃね？どうした？ハウスとハッピーのね、あのシャーマンキングコラボのものを持ってないと多いか。SSS って持ってる人どうなんだろう？どういうのかな？どういうのかな？よければちょっと持ってる方、ちょっとコメントお願いできますけど、どんぐらい持ってるのかなんか、本当に知りたいんですよ。少ないなら少ないで、まあ、紙だったら使わないようにしたんですけど、
まあ、ちょっと不気味のスコアパックはこれパッとこれが強いっていうのはもうファウストしかいないんですよね。自分これあのシャーマンキングコインからあの単発入れたんですけど、単発だったんで7、56年ぐらいして出たんですけど、勢いでしたね。結構ワンチャン悪くない？フィーバーガーにこの前行った通り、フィーバーガーの人に見せるんだったら絶対打った方がいいですよ。素晴らしい。分かってらっしゃる。動画のことは本当に分かってらっしゃる。これガチで100億あるんじゃないですか。いや、もう一回あるよね、確か。だよね。大金の集団は、よしよし。もう一回、もう一個。素晴らしい。お年玉みたいに稼がねえや。お金みたいに稼げ。これ100億いったんじゃねえ、ワンちゃん。お疲れ様だにゃん。おっしゃやったぜ。変人のスコア